はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、買い付け注文依頼から商品発送までの流れを腹に落とすために、二重数直線逆算で考えていく方法についてお伝えさせていただきます。一つ一つの作業の目的が何なのかを明確化することによって、 単純にやる気も出ますし結果的に効率的にネット物販の作業を進んでいくことができるわけです今回の動画参考になったなという方はよろしければ高評価チャンネル登録の応援いただければ幸甚ですでは早速進んでいきましょうまずは今回の目次ですまずは初めにということで関連動画をお伝えさせていただきます01番 二重数直線逆算で考える文面で最初説明させていただきます。次に同様の内容を図解で説明させていただいた後、説明の中で申し上げる FNSKU 対象表とは一体何なのかを3番でお伝えし、最低限の出品登録とは一体何ぞやということについて言及させていただき、最後にまとめを行わせていただくという流れです。では早速参りましょう。実は今回と同じトピックについて少し前にホワイトボードでも説明させていただいております。買い付け依頼してから 発送まで2分割で捉えるというこちらの動画また合わせて3、4ヶ月後を見越した商品リサーチというタイトルの動画この動画の下にも URL 貼っておきますがそちらをご覧いただくことによってより広い物販の流れっていうのを腹に落とすことができますぜひご覧ください 一番、二重数直線逆算で考えるとは一体どういうことなのかっていう話をまずさせていただきたいと思います。具体的には代行会社の作業とセラー、皆さんがセラーセントラル上で行う作業っていうのを完全に分けて考えるっていうのが二重数直線で考えていくという表現の意味になります。じゃあ具体的にどういうことかって言いますと、次に代行会社がこの作業をするために自分はこの作業を行うんだ。 もしくは次に自分がこの作業をするためにまずこの作業を行う必要があるんだっていうことを明確化することが大切になってきますどういうことかっていうと代行会社さんがが発送すすす。るるためには、はセララーは梱包ラベルを生成する必要があります次にセラーが梱包ラベルを生成するために代行会社さんは梱包した箱の数サイズ重さっていうのをセラーに伝える必要がありますこの情報がないと梱包ラベルを生成することができないっていうこと ですね そして、代行会社さんが梱包するために、セラーが商品ラベル、商品一つ一つに貼っていくラベルと、どの商品にどのラベルを貼り付けるのかという対象表。これを、弊社の代行会社だと FNSKU 対象表と言っています。こちらを用意する必要があります。商品ラベル FNSKU 対象表を用意するためには、少なくとも最低限の出品登録を事前にしておく必要があるというわけです。最後に、その最低限の出品登録を行うために、 には最低限の下書きを行っておかないと出品登録できない図解で説明させていただきます。代行会社の流れと。 セラーの流れがあります。発送するために梱包ラベルを生成する必要がセラーにはあります。セラーが梱包ラベルを生成するためには梱包を代行会社で行って梱包箱の数、サイズ、重さっていうのをセラーに伝える必要があります。代行会社が梱包するためには商品ラベルと f n s u 対象表をセラーが準備する必要がある。そのためには納品手続きを行う必要がある。そのためには最低限の出品登録を行っておく必要がある。そのためには 商品ページの下書きをしておく必要がある買い付けを行っている最中にこれらの作業を進めていけば効率的に進めることができますもちろん下書き書いたり最低限の出品登録したり慣れてないとどうしても時間かかってしまいますから ここら辺の下書き、セラーセントラル上での最低限の出品登録、納品手続き、商品ラベル &FNSKU 対象表については、早めに行っておいた方が安心かなと。要するに、初めはセラーがセラーセントラル上で行う作業なんですが、このように全体的にはジグザグに進んでいくようなイメージで捉えると、非常にわかりやすいのかなと。では、この図解の中でお伝えしている FNSKU 対象表と、最低限の出品登録とは一体何ぞやという話を順を追って説明させていただきます。 という対象表とは何かそれはどの商品にどのラベルを重複するのかを記載したファイルで通常は注文書に記入欄があらかじめ設けられている場合が多いですもちろん代行会社によっても違いますが弊社の場合こういった注文書があるんですが この部分ですね。に FNSKU 商品ラベルというのと FBA 納品先っていう項目があります。FNSKU っていうのはフィルフィルメントネットワークストックキーピングユニットというものです。簡単に言うと FBA 納品時に付与される商品管理バーコード番号ということですね。商品のバーコードの下に X で始まる記号と数字の羅列が書いてあると思うんですが、そちらが FNSKU だと。 考えてくださいちなみに「a シンっという言葉もあるので混同されがちなんですがシンは Amazon 独自の個別商品番号になります。f n s u は FBA 納品時の番号 a シンは Amazon に登録する全ての商品一つ一つの独自の個別識別番号商品番号と考えてくださいさらに「親 a s y なんて言い方をすることがありますがこちらはバリエーション出品時の商品ページのクラス名だと考えれば OK です アマゾン独自のの個別の商品ページの管理番号。商品一つ一つじゃなくて商品ページの管理番号だと考えてください。公衛心っていう言い方もあります。こちらは各バリエーションの生徒名です。クラスがあってその中の一人一人の生徒名だと考えていただければ幸いです。衛心と公衛心って結局同じものなんですが、親衛心とのコントラスト対比としてあえて公衛心なんていう言い方をする場合がありますので、わかりづらいかもしれませんが、しっかりと話してください。 らに落としておいていただければ幸いですさらに出品者 SKU というものもあります FNSKU と出品者 SKU 違うのか でいうとうこの FNSKU っていうのはバーコードの番号なんですね。出品者 SKU っていうのはやはり同じストックキーピングユニット商品管理番号なんですけれどもこちらは出品登録時にセラーが任意で入力する管理番号になります。任意なので入力を省くこともできるんですが例えば着物だったら着物001着物002みたいな形でご自身でわかりやすい名前を商品ごとにつけることをお勧めします。 そうしないと納品手続きがものすごく手間取ってしまいます。次に最低限の出品登録とは何かお伝えします。最低限の出品登録とは納品手続きを行うための必要項目を入力する出品登録です。 具体的には必須入力項目と納品手続きを円滑にするための任意項目、保存して終了をクリックして完了という流れになります。とはいえ、下書きするのはたったの5項目のみで、商品名、バリエーション名、価格、梱包サイズ、梱包重量、この5つを下書きしておけば、もう最低限の出品登録って行えるんですね。ちなみに梱包サイズに関してもすごくシビアに考えられる方いるんですが、ざっくりとで OK です。 例えば、商品のサイズからだいたい梱包したらこのぐらいになるだろうって推測したりだとか、類似アマゾン商品の商品ページ上に絶対ではないんですが、パッケージディメンションズという項目が下の方にある場合があります。そちらを参考にして入力していただいても OK です。今回のまとめに入ります。代行会社の作業とセラーの作業を分割して、目的から逆算して進めていくと、ネット物販の作業というのが円滑に進めます。 また、買い付け注文依頼を行うタイミング前後で、下書きや最低限の出品登録、場合によっては納品手続きまで行っておくことによって、代行会社とのやり取りも腰を据えて、 じっくりと行うことができます。そうしないと代行会社さんにお願いする作業と代行会社さんとのやりとりと自分がやらなければいけない作業とで点やワンやしてしまうことがありますので、なるべく自分ができることは早めに行っておくというのが大切になってきますね。こちらのグラフでお伝えした話ですと、下書きや最低限の出品登録、納品手続き、商品ラベル &FNSKU 対象表は買い付け注文依頼を行う前にも行うことができる作業ですので、 で早め早めに行う癖をつける必要があります実際に買い付けしてみたらこの商品が在庫切れでしたこの商品が不良品で返品されましたっていう数量の変更がありますしかしながら納品手続きっていうのは後から数量の変更ややっぱり買い付けることをしない商品の削除っていうことが行えます後から変更できますので取り急ぎ納品手続きを行っておくことも可能だという話ですというわけ 今回は買い付け注文以来から発送までの流れを腹に落とすために二重数直線逆算で考えていく方法についてお伝えさせていただきました最後までご静聴くださりありがとうございます今回の動画もし参考になったなという方はぜひ高評価いただければ好人ですでは失礼いたします